はい、大日和女王さんの昭和2歳メスでサイズが55センチ、親鯉がシゲル大ジュニアです。お願いします。はい、親鯉シゲル大ジュニアです。まあ突きつけの丸天っぽい声でまた肩も非番があり、おどめもあり、まあ今回の空間の美にはふさわしくないって思うかもしれませんが、自分のこの昭和の、まあ、模様の、まあ、好きなタイプとして、まあ、肩が空いてるのが好きなところはあるんですけど、本当に何よりも好きなところはこのおどめが軽いところが、非常に好きです。なぜかというと、やはり墨で、おどめの模様が墨で見せるところが、非常に、昭和では好きな模様に入ります。まあ、この声も、非常にこのおどめの墨模様が非常に綺麗な感じになっているのが好きなところです。はい、はい、また紅の感じが非常に柔らかくて、そうですね、キレがありますね。このそう、このシゲル大ジュニアっていうのは、シゲル大のまあ子供が親子になってるんですけど、この時に、まあ、この親鯉が赤兜という声がついていて、やっぱりちょっと紅の柔らかい感じで、非常に大きくなっているところが、魅力で、このシゲル大ジュニアが親鯉になってます。はい、突きつけですけど、はい、やらしい感じもないですしね。そうですね、全然ね、まあ、突きつけに関して別に全然いやらしいと思ったことはないんですけど、いや、こう嫌いな方っていらっしゃるんですか。そう、今のね、うん、またこの頭の墨がこう面白い感じで、墨が出てるところも、余計に魅力的なところだと思います。まあ、この子もこのエラブタのところに墨を持っているので、本当にこの今の白地のところに墨が出てくるとガラッと雰囲気が変わり、まあ、この声も、まあ、全体的には非番がちょっと少なめかもしれませんが、非常に迫力のある感じの声に、変わってくると思います。はい、それでは寄ってみていきたいと思います。はい、はい、このチャンポイントの、突きつけ丸天のこの突きつけ丸天なんですかそれこの墨の、はい、でも本当で昭和なんかやっぱり後から墨出てくるんで、この突きつけのこの感じが墨がこう出ると本当に丸天になってくるんですよ、これ。お、なるほどなるほど、うん、あの花墨があるんでね、出るんで、はい、結構艶のある、墨をしてます。結構いい墨が出てきてますね。ああ、どうなんでしょう。まあ、今ね、重ね墨のとこがね結構、出てるんですけど、きちっと白地のところもこう墨が出てます。そして、この先ほど強調したこのおどめの墨、このやっぱりこの脇の方から腹の方から墨が出てきています。はい、こちらも今重ね積みが、非常に目立ってるんですけど、こういうところにも墨が出ていて、このおどめの墨も非常に腹の方から巻いている墨になっています。はい、でも突きつけなんだけど上品な感じがする声に見えるんですけど、まあ、どこが上品に見せてるんでしょうかね。まあ、上品に見せてるのは、まあ、正直ね、この模様的なもんよりもやっぱりこの紅の柔らかい感じでありながら、やっぱりこの白地の良さがやっぱりそういう品のある感じに見せるところだと思います。はい、本当に実際の鯉を見ていただきたいですね。はい、はい、なんか本当に、まあ、この墨が出てきて、さっき言ったあの迫力のある感じに変わるって言いましたけど、
それでもありながらこの紅とこの白地の雰囲気で、墨が出て、迫力のある感じを持ちながらやっぱり素敵なこの白地の良さとこの柔らかい紅で、まあ品と迫力が、まあ、言葉的になんか対照的なところもあるんですけど、その、大きくなった時のその、対照的なものを持った時の魅力は非常にあると思います。はい、これからが楽しみな恋ですね。はい、よろしいですか。はい、はい、いかがでしょうか。大日曜理場豊田店さんの昭和2歳メスでサイズが55センチ親子茂大ジュニアです。ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。